はい。うん。せっかく建てた真新しい校舎なのに生徒は誰もおらんのだな。勤労動員で学生は皆工場へ行ってます。この国家危急の時ではそれも仕方のないことか。湾口の海兵から漏れ聞いた噂では、もはや戦える船はなく戦況は絶望的だと。同郷の同い年だが、彼は学年が一つ上だ。手のつけられないバンカラだったが、気風が合うのだろう。兵役についてからは威風堂々としたものだ。どうした慶太郎、召集に不服なのか？いえ、ただなぜ自分が選ばれたのかと。貴様の心配性は相変わらずだな。同期より一足先にお国のために戦える、誇らしいだけさ。心配するな、貴様もあれを見れば士気が上がる。あれとは？大っぴらには話せんが、戦況を左右しうる新兵器だ。これから行くのはその交渉なんだ。あ、そんな重要なものに学生を。俺たちはその新兵器の搭乗員候補生だ。もちろんこれは極秘だぞ。親兄弟にも言うな。はい。戦況を左右しうる秘密の新兵器、その搭乗員候補生に選ばれた。こんな私が役に立てるのだろうか。新兵器とは一体？
それは騎兵と呼ばれている。俺たちの乗る騎兵が水際で敵を迎え撃つんだ。やはり本土に米軍が。外地の多数の基地が放棄され、もはや内地が戦場だ。祖国存亡はこの新兵器にかかっている。だが悲観するな。騎兵一つでその戦力は一空母、いや一個師団に匹敵する。必ずや本土を守りきり、その後米国本土へと反撃に出るんだ。後者には我々しかいないと思ったが。自分が見てきましょう。玉尾さん、こちらにいらしたのね。高俊さん、高俊さん、立派になって。玉尾さん、どうして。慶太郎さんを見送りに、高俊さんも戻ると聞いて来たんですよ。これを渡そうと思って、おはぎを作ったんです。高俊さんと食べてください。おはぎですか、大好物です。でも配給が少なくてお砂糖ちょっとだから甘くないかもしれませんが。嬉しいよ、ありがとう。二人で来たんですか。ええ、私が誘ったの。失礼、そちらのお嬢さんは。東京からこちらに来たキリコちゃん。いいよ、紹介しなくても。ほら、キリコちゃん。ドウジキリコです。あ、俺、いや、その私は肘山貴俊、はじめまして。ん、ドウジ、ドウジ博士と同じ名字だ。ドウジ平蔵の娘じゃおかしいかな。奇遇ですね、あの方にこんな可愛いお嬢さんが。キリコさんのお父さんは偉い先生だと聞いていたが、博士だったのか。ドウジ博士、交渉にいるということは。やめろ慶太郎、博士が新兵器に関与しているのは機密だ。しまった。誰にも言わないよ、面白い人だ。慶太郎さん、遠くへ行かれるの。慶太郎の配属は私と同じところです。それほど遠くではありません。ですがしばらくは戻れないでしょう。玉尾さん、クラベの家の方々にはお世話になりっぱなしで感謝しきれません。妹千尋のことをくれぐれもよろしくお願いします。心配しないで慶太郎さん、千尋ちゃんは任せて。休暇には必ず戻るとあいつに伝えてください。慶太郎、そろそろ時間だ、急ごう。では我々はこれで行ってまいります。二人ともお体に気をつけて。戻ります、必ず。なんだ今の、光ったぞ。雷か、確かこの辺りだったな。
あの事件以来キリコさんたちは姿を消した。ドージ博士も沈黙したままだ。どうにも腑に落ちない。この数ヶ月各地が空襲を受けている。このままでは日本はアメリカに。なんとかしなければ。秘密の新兵器騎兵、その搭乗員候補生に私は選ばれた。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。誰だ隠れているのは。待て、君は。おその格好は一体。え、体操着はまずかったかな。何があったかは分かりませんが、もう暗いしそんな格好では。ともかく家までお送りします。あなたは。自分は三浦慶太郎と言います。交渉で働いているんですが、休みをもらって家に戻るところです。あの、お名前は。夏野、南夏野です。夏野さんのご自宅はどちらに。そのどう説明したらいいかな。待って、何の音だ。何が起こってるの。空襲だ。工場を狙って爆撃してるんだ。あの辺りにはクラベの家も。君はここにいるんだ。ここなら安全だ。あなたはどうするの。助けに行く。ちょっと。彼を追いかけて。え、本気。どうしよう。もう分かったわよ。行けばいいんでしょ。ついてきたんだ。どうしてって言われても。仕方がない、そこにいて。この先は火の勢いが強い。どこへ行くの。すぐそこが妹を預けてる家だ。なんてことだ、吹き飛んでる。直撃だったんだ。千尋、これは千尋の。千尋、玉尾さん。裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。兄ちゃん。あ、千尋、無事だったか。玉尾さんはどうした。いるよ。慶太郎さん。玉尾さん、家がすっ
かり燃えてしまった。ああ、だけど無事で本当によかった。警報で防空壕へ避難してたの。でも千尋ちゃんが家まで戻るって飛び出して。兄ちゃんが戻るのに誰も待ってないと兄ちゃんが困る。千尋、無事だったのね。夏野さん。向かっているぞ。兄ちゃん、なんでこの時代にあれが。米国は我が国より工業力で勝ると聞いた。きっとあれは米軍の新兵器です。ついに本土に上陸されたんだ。このままでは。玉尾さん、千尋を頼みます。兄ちゃん、言うことをよく聞くんだぞ。玉尾さん、夏野さんもお願いできますか。圭太郎さんは交渉に戻ります。玉尾さんについていくんだ。さあ、日本がまだ戦えるのを奴らに教えてやる。この日のために訓練してきた。騎兵ならあんなもの。聞いた？やってろ。分かってる。夕日はここでも変わらないな。この時代では星はかすかにしか見えないが、夜の無数の明かりは星空のようだ。人通りも少なく、試作にふけるにはいい場所だ。落ち着いて考えるんだ。今日も変化なし。裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。空襲とともに上陸してきた。大きいものでおよそ10畳。車輪の類ではなく足のようなもので移動する。その姿はまるで化け物の百鬼夜行だ。まだどこにも動かしてはいない。天幕で覆われたあの中に乗ってきた騎兵がある。どうして私と騎兵だけがここへ。専門的な知識がなくとも騎兵は異様な代物だとは理解できる。時間旅行。
これは騎兵の力なのだろうか。戦争が始まる前、叔父から借りた冒険科学小説にあった未来へと旅する物語。あの日、あの時、現実になった。空襲で燃えていた家々はどこへ行った？一面にガラス窓の巨大な塔、どういうことだ？そうだ、最後に覚えているのは米国の新兵器に取り囲まれて、米国、まさか。米国の主要都市にはこのような高層建築が立ち並ぶと聞いた。騎兵ごと米国に捕らえられたのか。気を失ってる間に敵国本土に運ばれたとすれば、いや待て、騎兵の稼働限界が来たのは今しがた。それほどの時間は経っていない。しかしこの光景は、いや祖国ではない、やはり米国なのだ。いいだろう、ここが死に場所だ。臆さずここから一歩も引くものか。騎兵がなくとも戦えるぞ。そうだ、騎兵、ダメだ、騎兵は旧国の秘密兵器だぞ。このまま敵の手に渡ってみろ。祖国存亡に関わる問題だ。だがどうする、今は起動どころか自爆すら不可能だ。早まらずよく考えろ。身を隠し騎兵の回復を待つべきだ。おじけづいたわけではない。国のため、妹のために、いつでも死ぬ覚悟はできている。だが今最善なのはもう一度騎兵を使うことだ。そうと決まれば善は急げだ。
米兵が来るまでにここから離れ、息を潜めて機会を伺うのだ。人々の主立ちは皆東洋人。何かおかしい。英字の看板もあるが、漢字も。足束印刷に足束銀行。なぜ地元の名が。ゲーセン寄っていいか。別にいいよ。サンモールか。ジョイランドの方、セガの大型筐体ロケテストやってんだ。話している内容はわからない。だが日本語のようにも聞こえる。昨日のヒットトレード出てたじゃん。見た見た、たっくん最高だよね。いいよね。女学生の格好をしているが、あんなに足をあらわに。聞いたこともない訛りだが、言葉はやはり日本語だ。この自動車の量、ここは一体何なんだ。米国ではない、日本のようだが、神妙極まりない。悪い夢を見ているようだ。まさか。そうか、周りが奇妙に見えるのはついに脳みそが壊れたせいかもしれない。騎兵の搭乗者にはそういう危険もあると同時博士から説明を受けた。そうだ、騎兵との同調試験の際も似たような幻を見たことがある。女のように髪を伸ばしているが、爪入りの制服、男なのか。なんだおめえは。こっちはまたひときわ珍奇な髪型だな。俺に喧嘩売ってんのか。いよいよおかしくなったらしい。なんだとこれ。おい待て。ここ部屋。そうだ、確か珍奇な頭の男にカバンで殴られたんだ。収容所には見えないな。幻覚は続いているのか、それとも騎兵から助け出されて何かの実験施設に移されたのか。総天然色の箱型映写装置、騎兵にも空間映写装置があるが、あれは軍事機密だ。放送は野球に関する内容。とても軍事的な拠点とは思えないな。暦がかけてある。1985年。でたらめだ、やはり幻覚か。外国の音盤だ。高俊さんが蓄音機でよく聞かせてくれた。この上の棚全部そうなのか。肘山家にあった音盤より多いな。数学、現代国語、教科書が並んでる。
日本史、日本には違いないようだ。この年表、1945年日本無条件降伏、降伏、敗戦。西暦1945年、今年じゃないか。8月6日、広島に原爆投下、死者14万人。同9日、長崎に原爆投下、死者7万人。米国の新型爆弾2発で。この本は一体。1951年日米安全保障条約調印、1964年東京オリンピック。どこまで続くんだ。まさか。待てよ、暦に。西暦1985年、小さく年号もある。昭和60年、ここはまさか。大丈夫か。ほら、お、冷たい。飲み物、うちにはこれしかないんだ。これは炭酸ダメだったか。ラムネだ。小さな頃、ツツジの祭りで飲んだっけ。昭和60年、この奇妙な世界は未来の日本。君は網口修だ。ここは釜住の俺のマンション。三浦慶太郎だ。どうしてここに。倒れちまったんでタクシーで運んだんだ。君が解放してくれたのか。悪かったな。尾形のやつちょうどカリカリしてて、学校でこってり絞られた後だったから。あいつ次に問題を起こすと定額でさ。なんとか、まあ穏便に頼むよ。一つ教えてくれ。今は何年だ。何それ。打ちどころが悪くて何年寝てたか心配か。安心しろ、昨日も今日も1985年だよ。夕日はここでも変わらないな。たとえ負けようとも、これほどに復興できる祖国を誇らしく思う。だがこの未来を受け入れるわけにはいかない。負けると知った今、ますます戻らねばならなくなった。騎兵を持ち帰り、未来を変えるのだ。一人でも犠牲が減るよう、盾となって戦わねばならない。だが本当に戻れるのだろうか。もし戻る方法がなかったとしたら、千尋、弱気でどうする。必ず戻る。諦めるものか。何でも試して方法を見つけてみせる。例えば、そう、こちらに来たのではなく、時間がおかしいのはこの付近だけだとしたら、学校のあたりまで行けばまた何かが違うかもしれない。
戦争が始まる前、叔父から借りた冒険科学小説未来へと旅するもの現実になるとはな。どうして専門的な知識がなくとも異様な代物だとは理解できる。時間旅行、これは騎兵の力。裁縫の苦手だ。苦労し歯切れを一致肌身鼻。図書館で調べてみたが、米国どころか世界のどこに歴史上あのような兵器は存在しない。あれは一体何だ。どうせいよ時間、これは時間が、このがまた。ミワちゃん早く。イオリちゃん急がなくても。女学生か。学校はあるようだが、敗戦を乗り越え目を見張る復興ぶりで、この時代はあまりに豊かだ。行き過ぎなくらいに。あれは、君、待ってくれ。三浦君、よかった。神社で会った南夏乃さんですよね。どうして夏乃さんがここに。もうどこに行ったか心配してたのよ。あなたもここに来ているなんて。探してもいないからエリア51にでも連れて行かれたんじゃないかと思ったわよ。で、今までどこでどうしてたの。いや、それより。どこにいたの。ああ、親切な学生の家に泊めてもらったり、あとは野宿で。野宿？夏乃さん、どうした慶太郎。確かに彼女は明朗快活で魅力的な人だ。だが今はそんな場合じゃないだろう。ちょっと待って、こっちのせいだし何とかする。とは言っても、私の家に男の子連れ込むのは。そうだ、玉尾おばあちゃん今旅行行ってて、家に十郎くんだけだったはず。部屋はたくさんあるし、あそこなら。玉尾おばあちゃん、ごめん、ちょっと荷物取ってくれ。すぐ戻るから待ってて。お隣のクラベさん家に連れてってあげるから。クラベさんの家。見事にへこんで傷になってるな。千尋、もう泣くな。恋にやったわけじゃないんだ。おじさんもきっともう怒っていないよ。兄ちゃんは怒ってない。兄ちゃんはいつでも千尋の味方だ。ほら出てこい。桶を柱にぶつけるなんて荒っぽいままごとで遊んでたんだな。ウサギがね、大きなお化けをやっつけてたの。お化けはね、お家を踏んづけてどんどんやってくるんだよ。変なお化けだね。千尋が考えたのかい。ううん、たまに教わった。千尋ちゃん、ごめんね。お父さんターキーだから。
なさい。私のせいなの。玉尾さん、私が千尋ちゃんに夢の話をしたせい。起きて大丈夫なのですか？ええ、ここのところ体の調子がいいの。東京から来られたゴートさんに分けていただいた外国のお薬のおかげ。ただ飲み始めてからおかしな夢ばかりで、夢を見たというか、夢見たことを突然思い出すのよ。警報だ。大変。軍管区情報、空襲警報発令。敵はいずれも高度低く、なお高速鉄器ありて連続侵入を基礎しあり、官民共同の防空体制の強化を望む。大規模な敵襲だ。防空壕へ急ぎましょう。ほら、千尋ちゃんもおいで。いる？南さん、なんで勝手に上がってくるの？玉尾おばあちゃんとは君より仲いいからね。勝手知ったるお隣さんなのよ。それよりお願いがあるんだけど。あら、南さん、ご近所だったのね。なんで出てくるんだ？クラスメイトの薬師寺さん？え、何？これって彼に何かご用ですか？いや、違うんだよ。これは、その…夏野さん。ああ、入ってきて。お邪魔します。慶太郎と申します。お願いというのはちょっと訳があって、彼を何日か泊めてあげてほしいの。え？南さんとはどういう関係なの？部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまでよ。薬師寺さんとのいやらしい状況も黙っておいてあげる。違う。代わりに何も聞かず彼をかくまって。とにかく頼んだわよ。夏野さん、これは。大丈夫大丈夫、私の家すぐそこだし、何かあったら言ってね。言ってしまった。困ったな。あの、夏野さんはああ言っていますが、ご迷惑でしたら。ご飯食べた？夕飯一緒にいかが？そんな。お腹空いてるみたいね。いや、これはその、あなたの分すぐ用意するわ。あなたが玉尾さんのお孫さん。玉尾さんはご健在ですか？坊ちゃん、ピンピンしてるよ。島根の親戚の家に行ってて、今はいないけど。島根、岩見にある玉尾さんの母方の実家か。君はばあちゃんの知り合い？ええ。そうなんだ。それで君をいつまでかくまえばいいの？
故郷に戻るまでの間しばらく。それなら事情は聞かないけど、面倒は起こさないで。一階の客間を使ったらいいよ。ありがとう。ラジオのあった場所に映写装置、改装されてるがあの家だ。燃えたはずなのに。この柱、傷がないぞ。しかし、立て直したわけでもないな。ここが本当に比べ家なら、この柱に残っているはずだ。千尋のつけた傷が。夕日はここでも変わらないな。彼女は神社にいた夏野さんだ。はぐらかされてしまったが、なぜ彼女はここに。十郎君の話では、同じ学校に通う女学生だそうだが。凛花の子は空襲で亡くなった。この時代の子はもはやそんな死に方はすまい。今日も変化なし。どうにかして騎兵を取り返し、昭和20年に戻らねば。しかし、何度試しても騎兵を再起動できなかった。どこか壊れてしまったのだろうか。故障なら騎兵を詳しく調べたいが、建物周辺の警備が厳しくなって今は近づけない。いても立ってもいられない。そうだ、峠の交渉は空襲を免れたはずだ。この時代にもまだ残っているのでは。
日本史の教科書には戦争の終結は昭和20年8月とあった。真実なら3ヶ月後に日本は負ける。あやめ公園、ここが交渉のあったあやめ峠。千尋じゃないか。妹に何か用かな。誰だ。私はその子の兄だが。妹がどうかしたかい。いえ、家族によく似ていたので。行きましょう。先祖代々の墓も無縁仏になっていて、どうなったのか皆目わからない。この世界のどこかに生き延びているのか、それとも千尋、兄ちゃんは必ず戻るぞ。ともかく夏野さんに話を聞こう。彼女は何かを知っている。夏野さんどうした慶太郎。確かに彼女は明朗快活で魅力的な人だ。だが今はそんな場合じゃないだろう。先祖代々の墓も無縁仏になっていて、どうなったのか皆目わからない。この世界のどこかに生き延びているのか、それとも桜高等学校。母校の面影は全くないな。残ってるじゃないか。建て増しされてはいるが、見覚えのある校舎だ。ここに校舎ということは、あっちが芋畑のあった場所か。敷地が広くなっているな。校舎には入れないかな。この校舎は使われていないのか。まあ新しかった校舎が床板はきしみ、柱は傷だらけ。40年の歳月か。ここで高俊さんを待って、玉尾さんたちに見送られた。まるであれは夢だったかのような不思議な気分だ。いや、今は感傷に浸っている時ではないな。めぐみさん、
いただいたお弁当、楓川の包みで食べました。肉団子入りのお弁当なんて豪勢で驚きました。普通のミートボールよ。大げさね。こんなところで何してるの？もしかして誰か待ってるの？こんなところで何してる？もしかして夏野さんを訪ねてきたのですが、めぐみさんはご存知ありませんか？南さんなら部活だと思う。陸上部の部室はあっち。見てこようか？いえ、大丈夫です。そうだ、今晩の夕飯だけど、この間好評だったハンバーグにするつもり。あの大きな肉団子ですか？ジュローも好物だし。だからあんまり遅くならないで。ハンバーグなる肉団子、あれほどうまいもの食べたことがない。いかん、食い物に惑わされている場合ではないぞ。配線を。どうして専門的な異様なし時間。これは気裁縫の苦手だ。肌図書館で調べて米国どころ。夏野さんは向こうだな。みんなチラチラとこちらを伺ってる。夏野さんを見つけたはいいが、いささか気まずいな。ちょっと君、さっきからずっといるけど何か用なの？南夏野さんを待っています。南？どういう関係？年いくつ？学帽かぶってるし中学生？いえ、その、もう詮索しないでください。先輩、夏野さん行こ。ごめん、着替え時間かかった。待つと言ったのは自分です。皆さん運動する際足を出したあの格好なんですね。驚きました。それにしても突然学校まで来てどうしたの？どうしたの？夏野さんは昭和20年で見たあなたがなぜここにいるのですか？え？自分がこの時代に来てしまった理由も知っているのではありませんか？お願いだ、知っているなら教えてください。それはその、なんというか、ここじゃちょっと話せないよ。私たちが使っていた木造校舎には誰もいませんでしたよ。旧校舎って入れるの？空いていました。じゃあそこで話すよ。行きましょう。鍵かかってないんだ。ここならいいかな。三浦君、秘密守れる？はい。じゃあ秘密教えてあげる。驚かないでね。彼は BJ、 未来から来た宇宙人なの。
BJ は乗ってきたロボットを探してる。私はそのお手伝いをしてるの。ロボット？騎兵といえばわかるでしょ。1945年にあった騎兵は BJ の仲間の宇宙人のものなの。ロボットはいくつかあって。彼女はなぜ騎兵のことを？それに宇宙人が作ったものだと。日本で極秘裏に作られた秘密兵器だぞ。あなたも体験したように時間の移動もできるすっごいロボットなの。どう？驚いたでしょ？騎兵を作ったのが誰だろうと関係ない。祖国を救うために必要なのだ。だがどうしたらいい？カイロの自動修復は終わったはずだが、なぜか再起動できない。あなたが BJ と呼ぶこれですが、四季島の技術者から聞いた話では、探査装置の一種です。その人たちが宇宙人のテクノロジーを軍事利用しようとしてるんだわ。しかし、いや、聞いたろ。装置なら喋る必要ないじゃない。ちょっと三浦くん、これは彼らの宇宙服なの。失礼になっちゃうでしょ。きっと服の中は頭脳だけなんだよ。宇宙人、まさか。何のために騎兵を探している？狙いは何だ？真実を知ること。真実？君がどこから来たか知りたいか。昭和20年だろう。私の記録？何を？見せて。その記録とやらが本当にあるなら見せてみろ。教授、個人衛星に切り替えました。高宮教授、聞こえますか？これは三浦君？高宮教授、つながった。ありがとう三浦君。あれ、もしかしてユキちゃん？シャトルはどうでした？おかげで席が取れたわ。おそらくこれが最後のシャトルね。明日にはここも飲まれる。もうそこまで前線が？被害拡大は加速してる。夏野は無事に脱出できた？セクター4には5時間前に。そこにいるのね、三浦君と夏野の交際。私はまだ認めてないけどな。え？お母さん出てきた。冗談よ。もう口も聞いてくれないのかと思った。そんなことは。南家のことであなたを苦しめたのは謝るわ。私は別れたあの人によく思われてないから。私はお母さんと一緒がいい。分かってる。私もよ、なっちゃん。ユキちゃんがお母さん？すみません高宮教授、そろそろシャトルの時間が。14時間後にセクター3で10区画の発着場で待機しています。頼みます。被害が広がってる。地上の壊滅は時間の問題か。ドア
うなってんの？保持していた記録の一部だ。教えてくれ、これはいつの記録なんだ？おかしいじゃない。なんで未来でユキちゃんが私のお母さんに？夕日はここでも変わらないな。夏野さんはあの探査装置を未来から来た宇宙人と信じている。彼の見せた未来の映像は真実だとしたら、なぜ私が200年先に？単なる探査装置でないのは確かだ。彼女はこの1985年の人間だ。他にも騎兵があると言っていたが、それで言い聞きしていたのだろうか、それとも他に移動手段が？やはり夏野さんが鍵だ。彼女はまだ学校だろうか？ハンバーグのあれほど戦争が始まる前、お先祖代々の墓もどうなっ、こん騎兵を作ったのが誰だろうと関係ない。祖国を救うために必要なのだ。だがどうしたらいい？回路の自動修復は終わったはずだが、なぜか再起動できない。再図書敗戦を乗り越え、このかつ他にも夏野さんどうした慶太郎？確かに彼女は迷路を開花だが、そんな場あら、三浦君。めぐみさん、また南さん。物質はわかる？はい。そうだ、重郎を見なかった？いえ。そう、もう帰ったのかな。今日の夕ご飯、何がいいかしらね。ハンバーグはどうでしょう？また？いや、自分は何でも。そうだな、ここのところお肉ばかりだったから、重郎にお魚食べさせたいかな。買い物あるから行くわね。夏野さんは向こうだな。また君か。今日は南いないよ。部活休んで何やってんだか。そうですか。ねえねえ、南さんと付き合ってるの？どこまで進んでるのよ。いや、自分はそんな。どこに行ったか分かりませんか？急ぎの用事らしいけど、どこにいるのかは知らないな。私知ってます、時坂神社に行ってるみたい。何しに？そこまでは聞いてませんけど。
時代の時坂神社か。彼女と出会ったのもあの神社だったな。驚いた。神社はそのままだ。周囲の雑木林は随分な様変わりだが、夏野さんはいないな。また木陰に隠れていたりしないかな。見つからなかったね。どこにあるのかな。夏野さん。どうしたの。こんなに遅く、こんなところで。夏野さん、今のは。光と共に夏野さんが現れた。騎兵で時間を飛び越えた。あの光と同じだ。そういえば夏野さんと出会った時も神社で雷のような光を見た。そうか、ここから行き来していたのか。どうしよう BJ。 隠さず教えてほしい。戻りたいのです、元の時代に。そうよ、乗ってきたあれ、どうするの？どうしても帰っちゃう？騎兵は後で何とかします。千尋が、妹があの後無事だったのか確かめられるなら確かめたい。そうね、BJ、お願いできる？頼む。わかった。ゲート起動。定位設定、セクターファイル。ユニットは南夏野が持っていたのか。今ので戻ったのか。こんなにたやすく行き来できるとは。すごいでしょう。自由に時間を行き来できるなら、開戦前に騎兵を送れば。それは無理。タイムトラベルはきっちり40年単位でしか移動できないの。それにここより過去へは行けないみたい。そうか、残念だ。ともかく千尋を探そう。行こう。おそらく避難所か比べの親戚の家にいるはずだ。どうなってるんだ。一っ子一人見当たらない。交渉も詰所ももぬけの殻だ。無線も誰も出ないし、どのラジオ局もやってない。一体人間はどこに行ったんだ。あれ見て。あの化け物だ。あれは
地球を侵略に来た宇宙人の兵器。騎兵は彼らと戦うためのロボットよ。ここも未来の街と同じみたい。宇宙人の攻撃を受けた後、人間は誰一人残らないの。あれ、過去で人が消えたら私の時代はどうなってしまうの。あの怪物たちは米軍ではなく未来の宇宙から来た侵略者で、そして騎兵は奴らと戦うための兵器。あれは玉尾さん、一体何があったのです。森村先生、落ち着きなさい。千尋ちゃんをどこへ連れて行くの。君には申し訳ないことをした。だが何も心配しなくていい。待って。ゴート、君が薬をもらってた男か。消えた。ユニバーサルコントロールじゃ、彼女を転送した。それって宇宙人に捕まったってこと。おそらく皆囚われてる。世界の終わりまでは。千尋、千尋を連れ去ったゴーとレンや、玉尾さんに薬を譲っていた男の名だ。夏野さんはあのミラカシ単なる夏野さんの話では、ゴーとレンやという男はこの時代の学校にいて時間を行き来している。 BJ は80年先の未来人だと言っていた。昭和20年に誰もいなくなった。40年後だというこの昭和60年にはそんな史実も影響もありはしない。科学読本で読んだな。よく似た平行世界というものだろうか。歴史を元にした時間は確かに40年のズレがある。だがここは私のいた時代につながってはいない。おそらくこれは時間移動ではない。千尋を連れ去ったのはゴーとレンヤ。奴が1985年にいるなら千尋を救い出さねば。たとえ騎兵を持ち帰ってもどう戦うというのだ。守るべき人もいないあの世界で。裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は
肌身離さず持ち歩いていた。あの怪物たちは米軍ではなく未来の宇宙から。そして騎兵は奴ら。夏野さん、どうした慶太郎。確かに迷路か。いや、何としても見つけ出し千尋を取り返す。レンヤは夏野さんの先輩で1985年の学校に通っている。そして BJ が言うにはさらに遠い未来から来た人間だ。三浦君。夏野さん、ちょうどよかった。夏野さんを探そうとしていたところです。私も三浦くん心配してたのよ。三浦くんあの後すごく落ち込んでたみたいだから。大丈夫？実はゴーとレンヤを探しに来たのですが、風体も人相もわからないので夏野さんに特徴を教えてもらおうと。ゴート先輩だけど、あれから学校には来てないのよ。先生に聞いたんだけど、住んでるところもわからなくて。そうですか。それは困ったな。あれ、夏野ちゃん。美和子。もう部活終わったの？あ、そうだ。確か写真持ってたよね。ゴート先輩の隠し撮り写真。ちょっとそんな大きな声で。ごめん、今持ってる？あるけど。あ、これこれ。三浦くん、ゴート先輩の写真あったよ。失礼。奥に映ってる長身の人よ。このメガネをかけた男がゴーとレイヤ。そうだけど。ありがとう美和子。夏野ちゃん、その男の子とどういう関係なの？え？いや、普通よ。私とは普通の関係。違うよ。違うってば。なんてことだ。あの校長跡の公園にいた男こそ千尋をさらったゴート連夜だったのだ。千尋、本当は千尋なんだろう。答えてくれ。千尋。焼け跡で拾ったけど、私そびれてたんだ。大事なぬいぐるみだろ。兄ちゃん。もう、なくすんじゃないぞ。やっぱり千尋だ。無事でよかった。記憶が消えたわけじゃないから、幼い妹としてのこの心地よい依存心も
今の私の一部。否定は精神構造に様々な無理が生じる。千尋、どうしてしまったんだ。元の記憶を取り戻したの。私は森村千尋。森村、秘密にしたいとあなたが言ったのに、自分からバラしてしまったのですね。貴様、大胆な計画変更も時には必要なものよ、ゴート君。君が現れるのは計算外だった。ゴートレイヤ、千尋に一体何をした。その言いようは心外だな。これが彼女の元々の姿だ。最初から君の妹ではない。黙れ。貴様の話など聞く気はない。玉尾さんの仇だ。許さんぞ。何か誤解が生じているな、千尋。兄ちゃんと一緒に行こう。どこに行く気。誰もいなくなった1945年、どこに逃げても意味などないの。このループを止めるには全システムの掌握が最優先よ。あなたは頼りになる。三浦君はとても優秀な設計技師だった。何の話を。いつでも千尋の味方、そう言ったわね。我々に協力して。ゴート君、準備は。できています。そう、時間を無駄にしてすまなかったわ。急ぎましょう。千尋、よしたまえ。どけ。千尋は私が連れていく。彼女は命を狙われている。今の君では守れまい。な、に、誰にそんな。関ヶ原へ協力する気になったら声をかけてくれ。千尋はどうなってしまったんだ。森村、千尋、もともとの千尋、もう元には戻らないのだろうか。千尋。関ヶ原、あの男も時間を行き来してここにいるのか。玉尾さん、ケンペは行きました。どうでした。やはりキリコさんを探しています。キリコちゃんがスパイだなんて。その男の仲間だと思われているんですよ。彼女は巻き添えになったんだ。ケンペに追われる男をかくまうなんて。あいつは同時キリコなんて名前じゃないし、この世界の人間でもない。イカれた男だ。あいつは騎兵で何をしていたんだ。この男は騎兵のことをやはりスパイだ。奴が逃げるとすればゲートだ。今行けば追いつけるかもしれない。関ヶ原さん、本当のことを教えて。私は両親の娘ではなく未来から連れてこられたって。同時キリコが言ったのか。嘘だと思えないの。多分私毎晩その夢を見ている。記憶をいじられたな。
こんな奴の話真に受けてはダメです。玉尾さん、憲兵に引き渡しましょう。ケイタロウさん、お願い、はっきりさせたいの。ケイタロウ、三浦ケイタロウか。貴様、なぜ私の名を。そうか、お前が。何だと言うんだ。お前と一緒に戦っていた。貴様など顔も知らん。今のお前じゃない、未来から来た三浦だ。未来？彼は肉体を失い、意識だけの存在だ。今は探査ユニットに収められてる。では、ケイタロウさんも。君と同じだよ。ヨタ話はもう十分だ。詰所に突き出してやる。動く。関ヶ原さん。貴様、お前の言う通り、俺はイカれてる。頭にすっかり毒が回ってな。はい。うん。千尋。今となっては奴の支離滅裂な話も、与太話と片付けるのは早計だ。探査装置に意識だけの未来の私。探査装置か。彼の見せた未来の映像は真実だとしたら、単なる探査装置。昭和2040、そんな科学欲、歴史を40つな。お、千尋はまるで別人のようだった。システムの掌握だの、設計技師だの、おかしなことを言っていたな。千尋、たとえ騎兵を持ち帰ってもどう戦うというのだ。守るべき人もいないあの世界で。夏野さん、なんだか無性に彼女の声が聞きたいな。彼女はまだ学校だろうか。今となっては奴の支離滅裂な話も、与太話と片付けるのは早計だ。探査装置に意識だけの未来の私。探査装置な。夏野さんは向こうだな。どうしよう、どうしよう。あ、そんなに慌てて何があったんです？三浦くん、いなくなったの。 BJ がきっと迷子になったのよ。見つかったら連れて行かれちゃう。わかりました、手分けして探しましょう。そうね。そんなに遠くには行ってないはず。校舎に入ったのかな。校舎内を探してください。自分は学校の敷地を一回りしてみます。ありがとう、お願いね。あのラジコン、誰が飛ばしてんだろうな。北校舎の裏の方へ飛んでいったから、無線部の奴らが遊んでんじゃないか。四角くて変な形だった。ヘリコプターには
見えなかったな。飛んでるのか。北校舎の裏、旧校舎の方だな。いないな。回転翼の音だ。目立つとまずいんじゃなかったか。夏野さんが心配してるぞ。三浦慶太郎、上空から君を探していた。ちょうどいい。こちらも尋ねたいことがある。お前が関ヶ原の言っていた三浦なのか。そうだ、私は三浦慶太郎。もう何を聞いても驚くものか。なぜそんな姿に。世界が滅びた時、私は死んだ。君たちに代わり、地平で戦うため蘇った人工知能として。探している騎兵で戦っていたのか、あの化け物と。そうだ。姿が探査装置なのは。異変に問題が発生し、自らをドローンに移した。私の 72% は異変に残され、ロックされている。夏野さんは知っているのか、三浦慶太郎だと。前の世界では出会えなかった。私は夏野が好きだ。だから知らない方がいい。未来から来たのなら知っているはずだ。これから何が起こる。私の体験は過去の出来事。過去。時間は相対的なものだ。未来の技術でも遡ることは不可能。我々は時間など超えていない。でも未来の三浦慶太郎だろ。私は君の前に見えなかった存在だ。見つけた。全ての記録を取得できる。あの記録映像の全てか。約束しろ。最後の進行が始まるまでに記録を調べ、解決策を探すと。森村千尋の技術作戦では君たちは破滅だ。千尋の計画。約束しろ。なぜ私に頼む。私は間もなく消滅する。森村さん、計画は順調。こちらは問題解決です。4つのセクターが最終工程で、残る1つが7割といったところですね。セクター。基本的にコロニーと同じ構造をしているので、そう呼んでいます。セクターが5つになるわけね。軌道上の位置ではなく、年代設定による区分ですけど、常々尋ねたいと思っていたのですが、
現代の居住区を作らないのはなぜです？世界が誤った道に進むより前からやり直すべきだと決まったの。ナノマシンの事故が起こる前に。人類には早すぎる知恵の実よ。どこまで戻るか、どの時代からが理想か、みんなの意見がまとまらなくて、結局年代を分けた居住区を用意することで決着した。私は20世紀の戦前に住んでみたかったので、願ったりですがね。ただ資料が古くて、どれくらい正確に再現できているか自信はありませんけど。いいのよ、文明を継承さえできればそれでいい。完成すれば一つの居住区に120万人が暮らす都市になるわけですね。居住区が予定より増えたので、クラベ先生の方が少し大変だけど、計画きっと間に合いますよ。作業に戻ります。頼みます。まるで全てが黄金のようだ。比べ家にお世話になる日、千尋の手を引いてみた夕日と同じだ。千尋、千尋が何者であろうと、どんなに変わろうが私の家族だ。高俊さん、来てくれたんですね。あれは俺たちの騎兵じゃないか。そりゃ来るさ。あれか。はい、あのビルに騎兵があります。不思議なもんだな、間もなくここが戦場だ。未来だというこんなわけのわからない場所で訓練してきた本土防衛戦をやる。実際がどうあれ、あんな最新兵器で戦えるだけ俺たちは恵まれている。高俊さん、私に何かあれば千尋をお願いできますか。バカ野郎、貴様の窮地には俺が必ず駆けつける。死ぬ時があるなら俺が先だ。弱気になるな、誰が死ぬものか。はい。気合が足らんぞ慶太郎。行きましょう、騎兵を取り返します。おう。難しいな。動くな。まだいたか。銃の威力は弱めてあるから殺しちゃおらんだろうが、こいつらには悪いことをしたな。高俊さん、ありがとう。おかげで騎兵の元まで戻ってこれました。礼はまだ早いぞ。夏野さんが先に出ているようなので私は行きます。大手柄の方は俺に残しとけ。俺もすぐ追いかける。DJ、 もう一人の私の話通りなら今なら騎兵は起動するはずだ。
たとえこの命に変えても。